Robot creator Masahiko Yamaguchi has demonstrated a robot which can balance, steer, and correct itself while riding a fixed gear bike. 特徴はですね、このロボットが自分自身の足でペダルを漕いで、ハンドル操作のみによってバランスを取る。これはおそらく世界で初めてだと思います。当初人工知能に興味がありまして、まあ、その中で知能と技能は、まあ、ある意味等価であるというような発想でですね、技能の側から知能に迫りたいというのが目的です。でそのために何か適当なものはないかなというふうに考えてましたら、近くの科学技術館にですね、自転車ロボットの実演がありまして、それを見て、これをその技能として取り上げたいなということで、まあ、自転車ロボットを作ってみようということになったわけです。This robot system consists of a commercially available bipedal robot and a bicycle made by Mr. Yamaguchi. To detect how much the robot is tilting, the TAG 201 gyro from Tamagawa Seiki is used. Based on the tilt data, a method called PID control is used to control the robot's balancing motion. この後ろのバッグみたいなものの中にですね、制御ボードが入ってまして、ちょっと処理速度が必要だったものですから、SH7125 というですね、CPU をコアに使いまして、自作したボードが今搭載されています。はい。PID 制御というのはもう古典的な制御方法なんですけども、車体が傾いたときにですね、どの程度ハンドルを切ればいいかというのを計算するための式なんですけども、その傾きに対して比例成分、積分成分、微分成分をそれぞれ計算しましてですね、それを足すことによって車体が傾いた際にそれを復元するための適切なハンドル操作量ですか、それを計算します。あと方向を決めてやらなければいけないので、リモコンによってですね、人間がそのどっちへ行けという方向だけをですね、これ指示しています。 The system has two speeds. And because there aren't any brakes, the robot stops by taking its feet off the pedals and placing them on the ground. 普通の自転車はペダルを止めても後輪が空回りしますけども、ピストン型自転車というのはそういうラチェット機能がないですから、ペダルを止めると後輪も止まってしまいます。普通の自転車だとそれ乗りにくいんですけども、このロボットの場合はですね、それが逆にブレーキ効果にもなりまして、かえってピストンの方が都合がいいと思います。これからその知能に結びつけたいなと。で私の場合、そのリモコンで操作するっていうのは実は個人的にはあまり好きではなくて、ある程度そのロボットに知能化してですね、ロボット自身の知能でその動かしたいっていう欲求がありましてですね、まあ、そのための第一段階ということです。DIGINFO News